いろいろ詳しいけど、異例なんだ、スペインの方が、この43歳というのも若いです。あ、そう。20年も若いです。うん、結構 年数が少ないと思います、僕からしては。で、国籍がスペインっていうのも、さらに意外なんですよね。っていうのも、今までは、まあ、伝統を重んじるイギリス王室の乳母としては、やはりイギリス人の乳母というのがスタンダード。ということで、まあ、異例の外国人の採用というのがまず一つ目のポイントなんですけども、まあ、今回は先ほどからスーパーって言ってるじゃないですか、スーパーウバの訳を紹介させていただきます。何がスーパー？はい、こちらですね、マリアさんはもう超有名です。知る人ぞ知る超一流ウバ養成学校出身、その名もノーランドカレッジ、はい、あるんですよね。こちらの120年以上の歴史を持つ超一流のウバ養成学校ですね。ハリーポッターの学校みたいな、ね、ここもそうですよね。で、卒業生の多くが世界各国の富豪や、まあ、有名人の家庭の、まあ、ウバになるわけなんですよね。どんな勉強するんですかね。はい、注目のポイントですが、カリキュラムがまずはこちらです。まあ、通常は料理とか、まあ、裁縫、病気になった時の応急処置などを勉強